しい旅を作って ねえ君がゆっくりと待っていたい寝ちゃってある時は危険なことが漂うんだよ。だから僕が言う回数はいいよ。羨ましめ僕誰が話しちゃう言葉が簡単から痛いやじゃん。愛するものはいっぱいあるけど恋する人は君なんだよ。こんなんじゃ疑いは消せないね。この部屋に新しい友が置いて君と僕の形を知った絵らを作ってる。こんなに狭いシーズの部屋で二人は愛し合い今日も同じ分だけ満たし合うだろう。